メチルエチルケトンペルオキシドとは、メチルエチルケトンと加酸化水素との反応で生成する有機加酸化物の故障。消防法による危険物にメチルエチルケトンパーオキサイドという名称で指定されている。無色透明で特異臭のある油状の液体。純粋なものは不安定で分解されやすい。また、水には溶けないが、ジエチルエーテルには溶ける。 高分子合成において、ラジカル開始剤として用いられる。また、FRP やポリエステル樹脂の硬化剤として、フタルサンジメチルで希釈されたものが、パーメック、カヤメック、メポックスなどの商品名で市販されている。可燃性の物質なので、火器には特に注意を要する。また、強い衝撃を加えたり、日光に当たることによっても分解し、 発火することがあるので保管の際は、通風の良い例案書に貯蔵しなければならない。1964年には、東京都品川区の宝組、勝島倉庫で死者19名、重軽傷者158名を出す爆発災害を引き起こしている。ありがとうございます。